あの、日曜日の今日はですね、リスナーの皆さんからの質問相談に、えー、答えていくっていう形でお届けさせていただくんですけれども、ちょっと今タイムが出てると思うんですよ。今日の放送時間。もう40分オーバーしているんですね。いつもよりもだいぶ長いんですけれども、実はこれには訳があってですね、リスナーの皆さんからの質問を答えている、えー、最中にですね、えー 子供のリスナーさん、だからリスナーさんのお子さんでしょうね、からとんでもない角度からのですね、質問が飛んできまして、それで、えー、後半だいぶ大変なことになっておりますが、ここだいぶ面白かったんで、ぜひ皆さん今日はですね、後半の方まで、途中で聞くのをやめずにですね、えー、子供の大暴れっぷりまで、えー、ぜひ合わせて聞いていただけたらなと思います。西野さんの朝礼、今日もよろしくお願いします。 どうも、キングコングの、<laughs> キングコング噛んじゃったよ <laughs>。えどうも、キングコングの西野明宏でございます。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン西野明宏エンタメ研究所の運営をしたりしております。えっ、ー、と、公開収録なんです。土曜日の夕方に撮ってるんですけれども、今もうプール終わりでさ、 なんか、昨日ちょっとプチ徹夜、まあ、寒徹ではないんですけれども、ちょっとプチ徹夜だったんですよ。プチ徹夜で、えー、ジム行き、プール行き、今プール終わりで家帰ってきて、すっごい睡魔に、あの、プール終わりって眠くなるじゃない。すっごい睡魔に襲われている中収録した。 えー、結果ですね、キングコングを噛んでしまうという、失礼いたしました、えー。日曜日の今日はですね、リスナーの皆さんからの質問相談に答えていこうかなと思っております。えー、本題に入る前にお知らせをさせてください。全国各地で講演会がございます。スケジュールばばばと言いますね。えー、3月25日、大阪府、大阪市。4月17日、兵庫県、神戸市。4月18日、大阪府、大阪市。 4月23日、東京都江戸川区。5月11日、香川県高松市。5月13日、埼玉県埼玉市。5月16日、宮崎県都の城市。5月30日、宮崎県日南市。 6月27日、東京都品川区。そして来年の8月12日、えー、関東近郊でですね、チームニータウン主催の講演会がございます。これはミュージカル、煙突町のブペルの劇場からお届けするっていう。まあ あの、煙突松のセットがあるところに皆さんをお招きして講演会をするというですね。まあ、休園日を使ってやろうかなと思ってるんですけれども。なので、皆さん来年の8月12日開けておいてください。まあ、そんな感じで全国各地で講演会しておりますので、えー、ちょっと西野の講演会行ってみたいなというような方はですね、えー、ぜひぜひ開催情報を一覧チェックしてみてください。西野昭弘全国講演会で検索すれば出てきます。もう最近はですね、 あのもう夢と金っていう本を出してから、まあもう一年ぐらい経ったんで、もう少しで経つのかな経ったので、まあま夢とか、前までは夢と金の話をしてたんですけれども、もう今全然次の話しています。AI とか競争とか、競争共に作るね、競争とかそっち系の話になってきてますね。今現在僕がやってるようなお話が、メインになって、 来て、もう夢と金の話はもう終わったっていう感じになっておりますんで、去年講演会行ったけど今年も行こうかなっていう方は、えー、そんな感じで、まあ内容が変わっておりますんで楽しめるんじゃないかなと思っております。興味がある方はぜひ参加してみてください。よろしくお願いします。西野さんなんで4月の頭がっつりないんですかあら、まあ。鋭い質問だね。 これでしょ講演会のスケジュール3月25日の後がなんで4月の17日まで飛んでるんだっていうところね。あらまあ、よく気づくね、そういうの。実はそういうのがちょこちょこあるんですよ。ここ急にポンと空いてるな、みたいな。よく気づいたね、そんなの。いや、これは、まあ、包み隠さず言うとですね、えー、っと、うん 3月の後半、まあこれもスケジュール公式で出てるんですけれども、えっ、ー、と、サンフランシスコ国際映画祭が入ってるんです。で、これ入っているって言っても、僕らがまだあれよ、ノミネートされるかどうかはわからないんだよ。でもその、この期間中にサンフランシスコ国際映画祭があるんですよ。あることはもう決まってるんです。で、僕らサンフランシスコ国際映画祭でエントリーはしているからね。 ノミネートされたら、ワンチャンいけるじゃないですか。ここ開けておけば。でも開けていなかったらば、あの、ノミネートされてもいけないっていうことあるから。だからこういうことのようにですね、あの、ボトルジョージね、ボトルジョージの、えー、と映画祭がここに入るかもしんないから開けておくんですよ、この辺は。 まあこれに合わせてですね、ちょっとこの手前ら辺でニューヨークに行ってるんですけれども、まあそんな感じでポコッと空いてるところはですね、大体、その時期になんかおっきめの映画祭があるみたいな感じですね。まあノミネートされなかったら適当にここ仕事を埋めてなんかやると思うんですけれども、まあそんな感じでえスケジュールがえー組まれていたりします。だからそうなんですよ。 レギュラー番組のお仕事とかやっぱできないんですよね。まあ、そんな感じでちょっとスケジュールは、えっと、海外用に開けておく。これ開けておくのも仕事なんですね。これがなかなか大変なんですけれども。まあ僕の場合は別に、えっと、まあそこが埋まらなかったとして、埋まらなかった違うな。ノミネートされなかったとしても、まあ、あの、他の仕事パッと埋めればいいか。なんなら普段はね、ずっと家で仕事してるわけですから。 まあ、刺してダメじゃないわけですけども。まあ、一応開けておくっていう感じですね。3月の末にサンフランシスコ、3月の、ん俺なんかま、大きく間違ってるな。違う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 。ごめんなさい、大きく間違えました。大きく間違っちゃった。今が3月か。すいません、間違えました。4月の末だ。4月の末にサンフランシスコ国際映画祭が入ってるな。 そう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 。3月の末はなんでだっけなこれ4月の頭になんか入ってたんだっけなちょっと忘れた。でもね、そう。4月の、えー、とサウラジッ国際映画祭が4月の24ぐらいからスタートするんですよ。24、25、26、27、28ぐらいなんですよ。確か。4月のね。だからそこら辺はスケジュール開けてます。 ただこれ選ばれるかどうかわかんない。もう近々もうサンフランシスコの方は近々発表になると思いますが、えー、楽しみに待って。まあこれはもう本当時の運ですから、まあ選ばれたらいいなぐらいな感じで、ノミネートされたらいいなぐらいな感じで、えっ、ー、と、まあスケジュールだけは一応開けておりますみたいな感じです。えっ、ー、と、そんな感じでですね、今日の本題に入りたいと思います。リスナーの皆さんからのですね、 質問相談に答えていきたいと思います。えっ、ー、と、映画にミュージカルにウェブサービス開発に大忙しの西野さんですが、これ以上に何かやりたいことはあったりしますかあるんですよ、実は。やりたいことそんなない方だと思うんですけれど、実はあってですね、 えっと、何かっていうとですね。まあ、それこそさ、我々、チムニタウンね、結構ふざけた規模のエンタメやってるじゃないですか。まあ、イベントもそうだし、だって、みんな当たり前になってるけど、長編アニメーション作るとかさ、結構あれじゃん。そんなの見たことないじゃないあんまりこう、ベンチャーのさ、こんな会社が長編のアニメーション作って、まあ、短編もあんな作ってさ、 武道館でライブして、まかりめしでライブしてみたいな、結構規模がちょっとふざけてるじゃない。で、そういったふざけた規模のエンターメイを資金繰りの段階からですね、我々本腰入れて打ちまくってるんで、あのね、イベントプロデュースの依頼をよく頼まれるんです。うちの地元でこんなイベントやりたいんですけども、手伝ってもらえませんか的な。そういうお願いをされるんですね。よくされるんですよ。 まあ、あとはですね、ええー、世のですね、劇団その、とかバレエ団とかのですね、公演の打ち方が、もうなんというか、これ言って怒られるんですけど、あまりにも短絡的で、かつ博打すぎていて、もう見ていてちょっと危なっかしくて仕方がないんで、す。それちょっと待って、それ補助金止まってしまったらどうするつもりみたいな。 あんた今回の声でなんか補助金2000万円ぐらいもらってそうな感じするけど、それ、あの、来年からもなしって言われたら、あんたの劇団それだ大丈夫みたいな感じあるじゃないで。見てても危なっかしくて仕方がないし、それはお金の問題もそうだし、集客の問題もね、もう見てても大丈夫って思うことが多いんで、なのでそういったですね、イベントとか、あの、劇団の運営のお手伝いみたいなものは、 ちょっとやってみたいっすね。ただあの、僕の時間の問題もあるんでね。まあ、やるならやるで、もうそういうことをやるのが好きな人を、チムニータウンで雇ってですね。チムニータウン内にイベントプロデュースチームを作って、やるならやるでもうがっつりやりたいっすね。結構得意な方だと思うんですよ。あのー、技術スタッフのつながりもあるし、僕らは。 結構幅広くあるしね。あと僕らは自社でクラウドファンディングのプラットフォームも持っているんで、そういう部分でもお手伝い。つまりその制作費を集めるっていうところから結構お手伝いできるなと思いますね。去年の幕張メッセンなんかまさにそうだったと。あれはチームニータウンが協力で入ってるわけですからね。あんな感じでそっからお手伝いできると思います。まあ日本の地方のイベントとか可能性だらけなんで、 イベントプロデュースはなんか面白そうだなと思っております。まあ何か困ったことがあればですね、えー、チミーニータウンの問い合わせフォームまで、えー、ご連絡ください。まあ、あのー、全部お答えできるかどうかわかんないですけどね。できる範囲でご協力できるかもしれない。そういうのがなんかちょっと面白そうだなと思っております。 え、恐竜印の長本さんからのコメントです。イベント業を学んで株式会社恐竜印で受け終えるようになりたいです。あ、そういうの面白いっすよね。イベント業を学ぶっていうのは、あとやっぱね、つながりがめっちゃ大事なんですよ。照明誰に頼んだらいいのとか、音響誰に頼んだらいいのとか、映像制作誰に頼んだらいいのとか、ホームページ制作誰に頼んだらいいのとか、みんなそういうつながりがないじゃない。で、 ぶっちゃけ、えっ、ー、と、正規のルートから行くと高いんで。なので、つながりがあると、もういろいろいいことがあるんですよね。だから、つながり持ってる人が、そういうイベントプロデュースみたいなやるのがすごく良いんじゃないかな、と思います。まあ、もう僕もなんかそういうのを横からちょこ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 口挟むの面白そうだからね。なんか、チムニータウンで受けてくれたらすごくできるかな、と思いますね。えー、どうんぞどん参りましょう。 西野さんがフィナンシェの話をしたことでちょっと湧いたぜです。あの湧いたって言ったら盛り上がったぜね、えー。西野さんがフィナンシェに及び越しな理由を教えてください。<laughs> まあ、及び腰っていうか、なんつうかな。あの、まずこれ大前提としてね。あの、これだけは言っておきたいです。否定派ではないんです。絶対否定派ではないんですよ。 あれは違うなと思ってるからやってないっていうわけではないと。それをめっちゃくちゃ言われるんだけどね。なんで西所さん、国光さんとフィナンシャの立ち上げた時から一緒なのにもかかわらず、フィナンシャやってないのっていうのって、なんか違うと思ってんでしょうっていうのを思われるんですけど、いや、そういうこっちゃなくてですね、うんと、まあ、これね、池早さんもですね、えっ、ー、と、ボイシーで、 あの、言っておられたことなんですけれども、いや、ほんとその通りだなと思うんですね。例えば、例えば、あの、僕がですね、オンラインサロン、僕のオンラインサロンが日本一になった理由って、もうこれシンプルなんですよ。僕が日本で一番オンラインサロンをやったからです。オンラインサロン運営に僕が日本で一番時間をかけたからです。 それは記事を書くっていうことだけではなくて、オンラインサロンを運営するために、もうスケジュール全部切ったんですよ。つまりもうオンラインサロンのネタを途切れさせちゃダメだから、レギュラー仕事は全部断るみたいな。毎日違うネタが入ってくる状態を作ってオンラインサロンをするとか。んで、もう基本的にはオンラインサロンにベタ好きみたいな感じで、言ってしまったらだいぶ時間割いたんです。 だいぶ、もう、あとはサロンメンバーさんとの衝突もめちゃくちゃあったしね。あとはもう本当に、あの、身内に刺されるみたいなこともあったしね。コミュニティ運営すんのってめっちゃ大変で、ほとんどの人、それできないんですよ。なんか多分、世間の人とかって、なんか、今はもうあんまないけど、当時はオンラインサロン詐欺だ詐欺だとか言う時代、言ってた時代あったじゃん。 で、あの時ってみんなオンラインサロン運営したことないから、多分オンラインサロンってね、不労所得だと思ってたと思うんですよ。何もしなくても信者がお金を入れてくれるみたいな、そういうものだと思ってたと思うんですよ。世間の解像とってそれぐらいなんで。そんなわけはなくてですね、コミュニティを運営するってね、めっちゃ大変なの。めっちゃ大変なの。めっちゃ めっちゃ時間も持ってかれるし、精神も持ってかれるし、ね、削られるしね、やっぱり。その上、その価値が変動するトークンを取り扱いながら、コミュニティを温め続けるのって、めちゃくちゃ大変じゃないですか。で、要するに僕がそこまでもうコミットできないなっていう物理的な問題があるんですよね。 自分やっぱ映画作んなきゃいけないし、海外行ってさ、ミュージカルやってとかやってるわけで、そうすると、このトークンの価値が下がらないように、こう、あれやこれや仕掛けてとか、あとコミュニティを温め続けてみたいなことっていうのが、やっぱそこまでできないっていう。やっぱそれが一番大きいかな。もう、もし自分にそういう時間があって、 もう本腰入れてやるぞってできるんだったらば、また話は違ったような気がするんですけども、意外と今、まあまあ手一杯だったりするんで、まく、あ、と,とにかく、ね、やっぱ価値が変動するものを取り扱うっていうのが、意外と、だからこれね、うん、フィナンシェをやってない人とかからすると、またそう、同じように当時のさ、オンラインサロンが詐欺だとか言ってた人がいるわけじゃん。そういう人も、 なんかフィナンシェやってる人のことそう見てるのかもしんない。でもそんなわけなくて、価値が変動するものの価値を守り続ける、そこにかかるコストいかほどよっていう、どんだけかかると思ってんの不労所得なんかじゃないよって、これ時給にしたらもう割り合わないぐらいなんじゃないのっていうぐらい、めちゃくちゃいろんなものが時間も精神もいろいろすり減っちゃうんで。 そこに今西野がタッチできるかって考えた時にちょっと難しいなと思ったから価値が変動しないレターポットが面白いなと思ったんですよ。<laughs> そこでレターポットがスポット飛び込んできたんですよ。そう、だってフィナンシェのさ、グリミツさんからのミーティングがあって、そっか、そうだよな。やっぱトークンいるよなって思いながらさ、でもな。 守るのに時間かかるな、価値守るのに時間持ってかれるな、とか思ってたときに、はあ、そういえばレターポットは価値変わんねえじゃん、みたいな。それだったらちょっとできるかも。だってレターポットの価値は、日本円が守ってくれてるんだもん。だって一、一文字五円でしょ一文字五円なんで。これが3年後も一文字五円だし、10年後も一文字五円なんで。日本円の価値が急、もう暴落しない限り、 一レターの価値は下がんないじゃないですか。みたいな感じで、そこの価値を守るっていうところに時間を割かなくていいっていうのが、なんか非常に、まあ多分今の僕には肌,肌に合ってるんだろうなと思ってるっていう感じです。別になんか、お呼び越しっていうか、単純にこう物理的な問題だな、あの時間の問題だなと思っております。なんか、突破できたらいいなぁと思っておりますが、 この時間の問題とか突破して、うん、なんか、触れたらいいなと思いつつも、まあちょっと難しいところもあるなと思いつつも、あと、レターポットが面白いなっていう、ここに来て <laughs>。ここに来て、レターポットが面白いってなっちゃってるんでね。なかなかね、どうなるでしょうね。まだちょっと、来週にはどうな、何言ってるかわかんないから。 まあ何とも答え出せませんが別に及び越しでもなんか否定してるわけでも何でもなくてそういうコミットする時間のことをが結構あのネックかなと思ったりしております、えー、というわけでもう最後にいきましょうか、えー、とレターポッドが面白すぎてびっくりしましたこんなものを7年前に作った西野さんもそうですがこれを7年前に面白がっていた人がいる事実に震えています ところで、レターポットで運営はどうやって利益を出しているのでしょうか教えてください。はあ、なるほど。賢いね。そんなところに目がいくってすごいじゃん。これ、この感じだとあれでしょレターポット、あの、今季知ったぐらいの。7年目の今季に、あの、 今のこの盛り上がりでレターポットを知ったっていう感じのコメントだもんね。運営はどうやって収益を出しているのでしょうかって、これ賢すぎないいや、普通にさ、一文字五円って言ってるからさ、あ,あ、100文字言って500円稼いでるんだろうなって考えるのが普通だと思うんですけど、 この方のこの質問の前提っていうのは多分そうじゃないんでしょうっていうところですよね。文字100文字言ってチムニームにいたのに500円入ってるわけではどうやらないんでしょう。教えてくださいっていうことだもんね、これって。賢。うん、あの、面白いね。初めてのね、本当面白いところ目つけたね。えっと、まず、 7年前にね、面白がってた人も、その辺も多分面白がってたと思うんです。で、やっぱね、7年前の議論めっちゃおもろいんだよ。このレターポットの開発の裏側ってね、めちゃくちゃおもろいんだよ。もうオンラインサロンでけんけんがくがくの議論っていうか、ほぼ喧嘩なんですけど。僕、一体サロンメンバーみたいなことになったことあるから、あの、西野以外全員敵みたいな。<laughs> もう僕オンラインサロンの中で生配信でブチ切れてるからね。お前らなんでわかんねえんだみたいな。このタコがぐらいの感じで。<laughs> だからわかんねえ奴らだな、みたいな。もうガンガンサロンメンバー減るみたいな。<laughs> もう空気最悪。こんな温かいサービス作ってんのに、空気最悪なんだよ。 関係できなかった意味ないでしょうっていう人に対して。だから意味ないことないんだ、このタコちょっと勉強しろっつって。お金の成り立ちから一回勉強しろとお前らとかって。<laughs> 頭あったまりな、みたいなボロカスに言って言えば言うほど。もう嫌いとかサロンやめますみたいな。ファンやめますみたいな、めちゃくちゃあったわ。ででそこら辺のね、議論はね、おもろかったんだよ。あと、 とはいえ全員的じゃなく一部、その監禁しない方がいい派も当時からいたはいたんで。いやほんと一部ですけど。今となったら多分ほとんどの人多分監禁しない方がいいんじゃねえってなってると思うんですけど、レターポットも監禁したら意味ないってなると思うんですけど、今、今は多分もうさすがに伝わってると思うんですけど。 だから当時の人もやっぱ面白かったですよね。でもその議論がすげえ良かったと思うんですよね。その議論のおかげで結構自分の中で考えみたいなものがその固まっていったのはもう間違いないんで。だから議論も面白かったですね。だからすごいですね。すね7年前に面白かった。けどだってあれクラウドファンディングで制作費集めたからね。だからクラウドファンディングに支援した方がいらっしゃるっていう。まだレターポットっていうものができる前にそのクラファンに支援した人がいるんですよ。いるのよ、実際に。 なんかおもろそうだなって、その段階でおもろそうだなって言ってた人がいるって面白いね。震えるね。それ確かに。まあところでだ。レターポットは運営どうやって収益を出しているんですかこれね、非常に、あの、面白いところに目つけたと思う。で、これを知ればですね、いや、レターポット超もしれいじゃんってなると思う。あ、そういうことになってんのっていう。レターポットで本当はね、これなんか、 大学の、どこそこ大学の何かの研究に使っていいぐらいめちゃくちゃ面白いんだよ。えっとね、お金がどうやって運営に入っているかっていうとですね、あの、一文字5円じゃないですか。レター、一文字のこと一レターって言ってますけども、えっ、ー、と、一文字5円なんで、100文字売ったら500円、1000文字売ったら5000円でしょっていう、まあ、レターポットのトップページに文字を買うっていうところが、レターを買うっていうところがあるんですけども、 あそこで100文字買えますか ?1000 文字買えますかみたいなで。1000文字買ったら5000円みたいなの出てるから、まあそのお金が、えー、運営に入ってですね、チムニータウンに入って、まあ手数料やら何やらとか、まあ運営費みたいなものあ,るあって、いろんなものをっピいた分が、チムニータウンのまあ利益になっているんじゃないかって、まあ普通はそう考えると思うんですけども、これちょっと厄介でですね、えっ、ー、と、まずじゃあ、 一文字千円ある人が一文字、ん千文字買うとするじゃないじゃあ五千円入るじゃない五千円払ってもらうじゃないこの五千円っていうのは、まあ、ちょっとね、言い方むずいんだけど、チムニータウンには入っていなくて、本当は入ってんだよ。本当は入ってんだよ。あの、厳密にはチムニータウンの財布には入っていなくて、え、厳密には入ってるんだけど、<laughs> あの、 理、理屈上入っていなくてですね。その5000円っていうのはレターポットに一回プールしてるんですよ。貯めてるんですよ。貯めてんの。で、レターポットって、じゃあこの、この段階ではね、まだね、チムニータウンに5000円は入ってないんだよ。お客さんご5000円払ったのに、チムニータウンに、ね、この段階で5000円入ってない五千5000円は今レターポットにあるんですよ。理、理屈ね、理論上ね、理論上、レターポットにあるの。 で、レターポット内で、レターが使われるでしょ送られるでしょ送るときに手数料かかんの手数料が5レターなんです25円。で、レター、今、レターポット経済圏ではさ、1000レターがあるじゃんじゃあこの1000レターをさ、西野くんから田中さんに送るときに、実は1000レター全部送ることは不可能なんですよ。なぜなら、手数料が5レターかかっちゃうから。だから、 西野くんが田中さんに送るときは最大995レターまでしか送れないんですね。で、この5レター分はですね、手数料としてこのレターポッド経済圏から消滅しちゃう。5レター分は消滅する。この瞬間にチムニータウンに5レター分、つまり25円が入るんですよ。レターポッド経済圏からレターが消えた瞬間に、ようやくお金になるんです。 理屈上。とかさ、レターって4ヶ月何も触らなかったら消滅するんですね。例えば西野くんがさ、100レターもらったとするじゃん、誰かから。じゃあこの100レターを西野くんの夫っていう、まあ、あの、ウォレットでさ、4ヶ月寝かしてしまうとするじゃん。そうすると4ヶ月寝かしてしまうと、これは消滅しちゃうんですよ。溶けちゃう。 じゃあ、この100レターがレターポット経済圏が消滅するでしょじゃあ、この100レター分がチムニータウンに入る。つまり、500円がその時、チムニータウンに入るんですよ。この、えっ、ー、と、レターポット経済圏からレターが消滅した瞬間に、チムニータウンにお金が入るっていうふうにしてるんですよ。じゃあ、なんでこんなことにしているかっていうのが非常に面白いんだけれど、ここまで理解すると、 レターポット考えた人天才じゃないって思うかもしれない <laughs>。あの、時々公開ポットっていうのを出してんの。頑張ってついてきてね。公開ポットっていうのを出してるの。例えば、えっ、ー、と、過去にやったので言うと、台湾ですごい大きい地震がありました。で、台湾にで困ってる人がいるから支援しましょうっていうことで、 レターポットのトップページに公開ポットっていう公開のここに送った手紙とか全部誰でも読める状態のね、オレットっていうかポットができるんですよ。そこにさ、みんながさ、500レターとか100レターとか10レターとか1000レターとかブワーって送るんですよ。じゃあその公開ポット、つまり台湾の人みんな頑張ってっと負けないで諦めないでっていう言葉がさ、台湾の方に向けてメッセージがブワーって集まるんだよ。で、これが 仮に1万レター集まったとするじゃないこの公開ポットに1万レター集まったとするじゃないその瞬間に運営はですね、この1万レターをレターポット経済圏から消滅させるんですけれども、この1万円、あ1万レター分、つまりだから5万円ですね。5万円は、あの、レターポットにプールしてるお金から台湾に送るんです。支援するんです。 だからプールしてんの。言ってる意味わかった <laughs>。公開ポットっていうのを出,す出したときに、みんながここに文字を送って、それで最終的にお金を生むためにプールしてるんですよ。<laughs> っていうことが、7年前誰も理解できなかったけど、今ちょっとずつ、あの、 わかるんじゃないかな。だからなんか、一文字5円売れますよ。やったぜ、ゲー、つって、チムニータの懐に入れてるわけでは決してなくて。そうなんですよ。そういう感じなんです。このレターポット経済圏から、えー、手数料で、えー、レターが、5レターが消滅したとき。あるいは4ヶ月経ってレターが消滅したとき。で、もう一つ、えー、支援するとき。 能党半島の地震に支援とか、台湾の被災地に支援とか、支援するときにみんなからレターを集めます。10万レター集めたら、この10万レターを、あのー、手動でですね、作為的にこれを消滅させるわけですけれども、この消滅させた10万レター分、つまり50万円は、レターポットにプールしていたお金から、えー、被災地に送るっていうふうにしてるっていう。 あやさん、ここもみんなわかんなくて当時めっちゃ切れてる人いて面白かった。そう。ここね、あのー、理解できない人多いですよ。<laughs> 頑張って、頑張ってついてきてください。<laughs> 俺が、レターポット考えたときに、いやもうこれは僕の人生の最大の発明だって言って、これが僕の人生のピークだって言ってた。 ゆきさんなんで切れちゃうんだこれはね、本当にね、今だからみんなこうやって冷静に話聞いてくれてるけど、7年前はもうね、みんな竹やり持ってぐわーってやってた時だからもう、めっちゃ怖かったわ。なんかめっちゃ怒られた。<laughs> いや、これ多分、そんな誰かがすごいズルしてる仕組みでも何でもなくて、まあ、当然、チムニータウンは営利企業だからね。 手数料みたいな取らないとこれ回せないからね。手数料取りますよ。ベターを送るときの,あの切手代みたいな言い方してますけれど。手数料いただきますけれど。25円か。そんなんいただいてますけど。まあ、それより何より、なんか言葉で世界が回ったら面白いじゃんとか、あとは本当にね、あのー、思ったのは被災地に選抜録っても仕方ねえじゃないですか。それより被災者、 の方に対して、頑張ってくださいとか、負けないでとか、一緒に頑張りましょうっていう、そういう言葉が、それがそのまま、お金になり、被災地に送られる世界っていう方が面白いなと思ったんですよね。で、なんか、そんなものを作ってみたっていう。<laughs> これ僕、絶対に、絶対にグッドデザイン賞だと思ってるんですけど、 <laughs> でこれがね、換金できた方がいいってみんな当時言ってたんですけど、換金できた意味ねえんだよ、この今の話で全部。換金できた意味ないのと、あと世界観があんま面白くねえんだなと思ったんですよね。まあ、あの、頑張ってなんか、あ、嬉しい。やっと理解できましたっていうコメント。あ嬉しいわ。 ありがとうございます。なんか、これについてちょっと、議論してください。レターポット自体つい最近知りましたが、話聞いてめちゃくちゃ面白いやんってなってます。被災地に0 0バズ6料理ずっといい。あ、嬉しい。やっとなんか話通じた。もうほんとね、7年前ね、マジでね、喋れる人いなかった。 喋れる人がマジでいなかったんですよね。話せる人が。全然話通じないじゃん、みたいな。何人かいたよ。何人か。で、ケンスーさんとかはもう初めて会った時にレターポットの話で、いや、それおもろいっすね。ニ <laughs> スさん面白すぎるから、それ、あの、何年か寝かした方がいいっすね。多分これ伝わるのめっちゃ時間かかりますよって言われて。もうその通りになって、もう恐ろ、それはそれでケンスーさんも恐ろしいなと思うんですけど。 なんか、レターポットの何がおもろいか語る人、語って YouTube とかに上げて、なんかそれがもうめちゃくちゃおもろかったら俺1000レター送るわ、その人に。レターポットってこういうことなんだよってちゃんと説明できる人。なんか、評論家って必要だなと思ったもん。あ、これ評論家がいないんだと思ったんです、なんか。批評できる人が。 ただから、評論家が、これはこうで、小原さんみたいなさ。これは、つまり皆さん落ち着いてください。西野さんがやってるのは、こういうことで、こう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 いうことなんですよって説明する人が7年前、マジでいなかったっていう。<laughs> まあ、そんな感じで。面白いでしょレターポットって。だいぶ面白いんだよ。コメントいっぱいありますね。 世界、全然関係ないコメント来てるやんか。世界一強い虫は何ですかって <laughs>。話聞いてなかっただろ、今。これ絶対子供だろ、これ。この話の流れで世界一強い虫聞く <laughs> 面白いな。じこれ最後な。もう、なんだ、世界一、世界一一番強い虫これはねいい。もう、そんな、これ、あれだよ。 僕のこれ得意分野だよ。だって子供の時も僕図鑑ばっかり見てるんだから。アホだから文字とかちゃんと読めなかったからさ、図鑑とかずっと見てたんだけど、昆虫図鑑とかむっちゃあったからさ。図鑑ずっと見てたやつなんですけど、世界で一番強い虫か、いろんなジャンルがあるんだけど、あの、タマンで戦って強い虫なのか、それとも、 なんかその生命力半端ないみたいな。こいつ長生きしやがるなみたいな虫。ちょっとちち違うじゃない。実際、格闘技して強い人とさ、ずっと、まあ、暴力は振るわないけどもずっと長く生きる人っているわけで、虫の中にもさ、みんながみんなこう、格闘技するわけじゃないからさ、その二つ、 それぞれ言うと、一つは、まあ、あの、戦うとかじゃなくて、シンプルに生命力半端ねえっていうのは、えー、クマムシだね。クマムシはすごいよ。見たことあるクマムシってね、なんか、あの、団子みたいな、三色団子みたいな、モコモコモコってなんか、モコモコしてんだよ。マシュマロみたいなのが三つ四つくっついてるみたいな、連なってるみたいな。で、ちょっと足がもう八本ぐらいあるみたいな。 クマムシ知ってるまあ、厳密言ったら虫じゃないらしいんだけどね。めっちゃちっちゃい。1ミリぐらいのなんか、なんかちっちゃいやつ。クマムシってすごいんだよ。あれね、えっとね、150度とかにも耐えれるんですよ。150度よ。すごくないプロバイってさ、もうお風呂のお湯さ、42度とかでもちょっともう暑いじゃん。150度に耐えれるんだよ、クマムシって。 150度にも耐えれるし、マイナス200度にも耐えれるんだよ。ええー、俺、冬、ニューヨークい、よくいるんですね。ニューヨークとかマイナス5度とかなるんだよ。もう、ほんと死ぬよ、あれ。それがマイナス200度でもいける。150度、プラス150度にも耐えれるし、マイナス200度にも耐えれるんだよ。あとね、水とか飲まなくてもね、 なんかすげえ、100日以上生きられるんですすごくない水飲まずに100日以上生きるんだよ。だから、生命力で言うとクマムシがもうダントツナンバーワン。ダントツナンバーワン。で、タイマンね。タイマンだとね、もういろんな人がいろいろ言うよ。あの、スズメバチとかさ。なんかそれいろいろ言ったりする。サソリとかさ。けど、 まあほんと8とかもさ、急所パーンってついたらさ、一撃でいけることもあると思うけど、普通に勝率みたいな、何回、100回ぐらい戦わせた時に、最終的にこいつが一番白星あげるなっていうのはタイマンで言うと、ヘラクレスオオカブト。いや、ヘラクレスオオカブトも強いんだけど、ヘラクレスオオカブトって知ってるもうカブトのもう僕子供の時あれ欲しかったな。背中が金色でさ、もうほんと、 カブトムシのもうほんと、キングみたいなやつ。あれかっこいいよね。あれも強いんだけど、でかいしね、あれ。18センチぐらいあったんじゃないかな。でかいんであれ。あれも強いんだけどね。えっと、にっちゃん強いのは多分ね、リオックっていうですね。えー、っと、インドネシアかどっかのコオロギ。肉食コオロギ。もうリオックはこれ、サイズどれぐらいかな。10センチぐらい。10センチないぐらい。 でもすごくね、コオロギで10センチないぐらいあるんだよ。で、リオックはもうめっちゃ強い。肉食コオロギだからね。敵こうやって捕まえるじゃん。足、すげえ足ぶっといんだよ。で、ガって、ガチャってもうホールドしてさ。あとはもう顎が強いからさ。あとはもうじわじわずっと食う。カツ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 ,カツずっと食うんだよ。リオックめっちゃ強い。リオックってね、日本、日本ではね、えっ、ー、とね、なんつったっけな。 おばけコロギスみたいな名前。何その怖い名前二本目おばけコロギスだよ。おばけも入ってるし、なんか殺すみたいなのも入ってるし。そんなおばけコロギス。何その恐ろしい名前もうとにかくリオックはね、めっちゃ強い。多分ヘラクレスオカブトも、実際ワン,ワンツーマンでパって行った時に、 このツノの部分でピョンって放り投げるとか、そういうことはできるかもしれないけど、それ毎回できるわけじゃないからね。リオックが後ろからガブってこう、え、がっぷり四つでヘラクレスオオカブトの例えば背中とかにガンって乗っちゃったらですね、もうヘラクレスオオカブトンなすすべなしです。あとはリオックにじわ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 、えっ、ー、と、顎でカツ,カツ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 って食べられて終わり。もう離さないんだから、あいつ。なんか、だから締め技みたいな。 締め技で締め殺すんじゃなくて締め技でホールドして食べるっていうすごい戦い方するリオックが多分最強だと思いますねまさかレターポットの話の途中にリオックの話になると思いませんでしたがすいません今日はだいぶ長くなってしまいましたがお付き合いくださいましてどうもありがとうございましたえー、オンラインサロンは今もう森に盛り上がってるねサービス開発の ことと、あと競争 AI のね、競争ともに作るで、オンラインサロン盛りに盛り上がってますんで。ぜひ皆さん覗いてみてください。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。キングコングの西野昭弘でした。じゃあまたね